ある京阪電気鉄道京阪本線の駅駅番号は k 132京阪線の開通と同時に市団前駅として開業駅名由来は大日本帝国陸軍第16師団の駐屯地の側にあったことからで駅周辺は列車の運行が陸軍の訓練や演習に支障をきたさないようにと開通時から3カ所の高架橋が作られた 1941年、駅名が、陸軍師団の所在地を示すとして、現駅名、藤森駅に改められた。また戦前から、駅の柱や梁を、藤森神社の藤の花に色、藤色に塗られたが戦争の激化で、爆撃の目印にならないようにグレーに塗り直され、1980年代に、プラットホームの柱や梁を藤色に塗り直された。以前は、駅舎は、 淀屋橋方面ホーム側のみにあり、現在の東側南改札口が唯一の改札口で、大阪駅ホームのみ車椅子対応のスロープが設置されていた。北側は、聖母学園生と学生専用出入口、売店などがあったが、現在は改札口が設けられている。出町柳方面ホームへは改札内の地下道で連絡しているだけで、 トイレも東側の階段の途中に作られていた。2008年3月、京都市との合同で、西改札口の設置、改札外と上下ホームを結ぶエレベーターの設置の整備計画が発表され、京都市の援助を得て、駅のバリアフリー化工事が進められ2009年9月26日に、西改札口が作られ、トイレも改良された。 2010年3月26日に京都駅ホームへ車椅子対応エレベーターの設置工事が竣工した。しかし、駅の特徴の一つだった紫色に塗られたホームの柱は大気と同じグレーに塗り直された。相対式2面2000ホームを持つ地上駅。出町柳方面ホームは淀屋橋方面ホームより北側へ数両分ずれて設置されており、 ホームの真上を名神高速道路が通っている。改札口は東西両側にあり、90年代半ばに自動改札機が導入された。駅の南側には、踏切が北側には、地下自由通路が駅の両側を通じている。バリアフリー設備として、車椅子対応のエレベーター、多目的トイレが設置されている。 1980年代半ばより、駅名にちなんで、ホームの柱を薄紫に塗り替えられていたことがある。両、ホームとも有効調は7両。2009年11月10日の乗降辞任は14,836人。近年の1日あたり、利用客数の推移は、下記の通り。改札口付近に掲示されている。 深草バスストップの案内図琵琶湖疎水沿いの桜並木駅舎のすぐ東側を琵琶湖疎水が流れており1928年に竣工された歩行者専用の掘った橋が架けられている藤森神社は隣の墨染駅が最寄りとなる京阪藤森駅にはバス路線は乗り入れていない AB 出店駅置き広報士 暮らしの中の景藩1983年5月号、鉄道ピクトリアル1984年1月増刊号118ページ、京阪電車と私寄港車は、当時の鉄道友の帰り時、京都市部長の、獅子戸圭一京都大学名誉教授、ハット AB、東福寺地区及び、京阪藤森地区バリアフリー移動等円滑化基本。 構想の策定について京都市京阪電機鉄道ホームページ藤森駅構内図2010年3月26日作成 ABCDE 出展京阪開業100周年記念誌京阪100年の歩み資料編141ページ出展関西鉄道研究会車両発達史シリーズ1京阪電機鉄道の35ページ出展 関西鉄道研究会、車両発達史シリーズ1京半電気鉄道の36ページ、出展、京半開業90周年記念誌、街をつなぐ心を結ぶ75ページ出展、駅置き広報誌、暮らしの中の K 半1992年3月号、出展、駅置き広報誌、暮らしの中の K 半1994年11月号、 出展、駅置園線情報誌、K プレス2009年3月号の16面、暮らしの中の京阪出展元、京阪100年の歩み、資料編、京都市統計ポータル、京都市統計所2017年4月7日閲覧。歴年数値を日数で除したものであり、統計表は、年1回実施される流動調査の実績を基礎として、京阪の提示する数値をもとに、 京都市が作成している。京都府統計所鉄道乗車辞任。2021年4月13日閲覧。年度数値を日数で除して算出。ありがとうございます。